よしよし、どうだ。どうしました？なかなか泣き止んでくれなくて。お嬢さんのせいじゃないのよ。気にしないで。でも、この子、夜はいつもこうなんですよ。ご近所迷惑にならないように、よくこの公園に連れてくるんだけど、泣き疲れるまで寝てくれないの。そうなんですか。以前は母親がいつもそばにいて、この子がぐずると必ず歌を聴かせて、泣き止ませていたんだけどね。お母さん、今はこの時間はこの子のために頑張って働いてるわ。だからこの子は私がしっかり見ていないとね。でもおばあちゃんの歌ではなかなか泣き止んでくれなくてね。歌わせてください。え、この子のために歌わせてください。この子のお母さんのようには歌えないと思うんですけど。お願いできますか。はい。へえ。私一生懸命歌うね。大丈夫です。今バイト先に戻りましたから。さやか先生は気にしないで。あ、いや、歌が。それ琥珀も同じか。